とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、追加してほしい7つのこと、これをね、話していきたいと思います。マイクラダンジョンズ、発売から、そろそろ2年が経ちますけども、まあ、いろんなシステムが変わってきましたよね。で、これ、まだまだ続くと思いますので、俺が追加してほしいこと、これがね、結構あるんですよ。それを話していきましょう。まず、1つ目ですね。これが、もうずっと前から欲しかったんですけども、チェストが欲しい。これ多分ね、いろんな人が思ってると思うんだけども、持ち物300個じゃ、収まりきれない。とてもじゃないけど、300個じゃね、少なすぎるのよ。なので、キャンプの中に、チェスト設置してくれて、500個ぐらいアイテムを、保管させてくれれば嬉しいかな。300個だったら、なんかいっぱいいっぱいになって、クリアした時に、ゲットできなくて売らなきゃいけないのよ。で、しかも売るやつが入手した最初の頃のやつを売らなきゃいけないので、なんだろう、その時にしか入手できなかった限定装備とか、そういうのがね、選ばれたりするんだよね。で、そういうのを間違えて売っちゃったりすることも俺一回あったんで、チェストっていうのは絶対に欲しい。もうこれはね、すぐに追加して欲しいですね。そして2つ目ですね。2つ目は、巨大ボスを追加して欲しいっていうことです。まあ今のボスって、まあ大体マルチでやっても、こう囲んでガシガシやって、大体勝てるじゃないですか。そういうやつじゃなくって、なんかこう、部分部分に分かれて、そこをなんか同時に倒さなきゃいけないとか、なんかちょっと考えながら倒さなきゃいけないボス？なんか3箇所4箇所ぐらい弱点を攻撃しなきゃいけないとか、そういうやつが出てくれると、またね、ちょっと戦略とかが必要になって面白くなるんじゃないでしょうか。まあソロで倒すっていうのも面白いかもしんないね。巨大ボス。これ欲しいね。そして、追加して欲しいこと、3つ目。アーティファクトに、黄金スキルがついて欲しいかなって思います。まあ、今、エンチャントって結構限られたエンチャントしかなくって、この組み合わせがいいっていうのが、大体決まってるんだよね。そこに、アーティファクトに、黄金スキルが入ると、意外と幅が広がってくるかなって思います。まあもちろん、新しいエンチャント、スキル、そういうのも欲しいんだけども、アーティファクトに黄金スキルがあると、また一つ、変わってくるのかなと思います。まあまあ、そんなにね、めちゃくちゃ能力が上がるやつじゃなくていいんで、クリティカル率が 2% とか、そういうのでもいいんで、なんかちょっと、スキルがついて欲しいって思いますね。そして、追加して欲しいこと、4つ目。コロシアム。もしくはミニゲームとか、そういうのを追加してほしいですね。コロシアムだったら1対1で PVP で戦うとか、もしくはマルチ4対4で戦うとか、それはなかなか一回やってみたいなと思います。まあまあ戦うやつじゃなくにしても、なんかミニゲームで、なんかモグラ叩きゲームみたいなので、1対1で競うみたいな、そういうのも、なんかあれば盛り上がってくるんじゃないかな。そして5つ目。5つ目はタイムアタックを追加してほしいですね。まあ、全ステージ。全ステージで、まあ、その季節ごと、今回のタワーみたいな感じで、2、3週間に1回更新される感じで、タイムアタック。で、上位10以内ぐらいの人には名前の横に王冠がつくとか、なんかそういう、なんかね、商品みたいなのが欲しいよね。別に装備とかじゃなくていいんで、なんか名前の横に王冠とか、もしくはなんか自分が若干光ってるとか、そういう、報酬がちょっと欲しいかな。だったらタイムアタック俺すっげー頑張るんだけども、どうでしょうか。それでは追加して欲しいこと、6個目、金細工職人、ユニーク職人をキャンプに設置して欲しいっていうところですね。これ結構簡単な感じで、やっちゃうと大変なことになると思うのよ。ゲーム難易度がだだ下がりするので、
難易度は下げなくていい。例えて言うと、お金とか黄金で、金細工とかユニークに変えれるのじゃなくって、なんか、ボスが落とす、もうほんとごく稀に落とすアイテムを使って、金細工にできるとか、ユニークにできるとか、まあ、もしくは、エンチャントを、一箇所変更できるとか、そういうやつがあればいいかな。まあ、お金とか金でやると、本当にね、難易度下がっちゃうので、もうほんと、ごく稀にしか出ないアイテムと交換で、追加できるっていう風にやるといいかな。やっぱノーマル装備でめっちゃいいやつあるんだけど、ユニークにしたいなーって思うんで、まあ、それもちょっとしてほしいかな。そして7個目、最後ですね、伝説の装備を追加してほしい。まあこれなんかすごい中二病の患者みたいな感じなんだけども、伝説装備。もう本当にごく稀。ごく稀にしか出ないとか、まあ巨大ボスみたいな、まあレイドボスみたいな感じ。まあ4人パーティーを4つぐらい作って倒しに行かないと勝てないとか。だからそういうところで、ごく稀に1個だけ出てくるとかね。そういう装備が欲しいかな。でもまあまあ、すごいチート級のスキルがついてると面白くなくなるので、まあ、若干なりと強いぐらい。例えて言うと、黄金スキルが2つついてるとか、それぐらいの、強さのやつを追加してほしいね。もしくは、今と同じ能力でいいのよ。めちゃくちゃかっこいいとか、むちゃくちゃ光ってるとか、そういうやつが欲しい。伝説装備。俺、それだったら絶対取りに行くけどね。なんとしても取りに行くけど。追加してほしいところですね。はい、ということで、今日はですね、ちょっと前々から、動画にしようと思ってたんですけども、今回撮ることにしました。追加してほしいこと、7選ですね。まあ、運営の方が、気づいてくれればいいと思うんですけども、まあまあ気づいてくれてもできるかどうかはわかんないですけどね。まあ、とにかく、俺が今のところ、追加してほしい7個のこと、でした。まあ、皆さんもね、いろいろと追加してほしいことがあると思うんですけども、どうだったでしょうか。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。